3つ目です。消費、集客、そしてローンチです。ローンチ、商品と集客とローンチ、この3つはどれかけてもダメです。どれかけてもダメ。売れる商品を作って、そして見込み客をしっかりと集めて、そしてローンチをしていく。ローンチっていうのは、まあこれは見込み客に対しての教育を行っていって、そして商品を実際に販売して購入に至らせるまでのプロセス、まあ、これをローンチと言いますが、ローンチだけでもダメです。集客が重要です。集客してないと、そもそも見込み客が集まってないとローンチ作ってもらえないですよね。で、集客はできたと、じゃあローンチもやりました。でも商品が売れない、商品を作ったら売れないわけです。いくらその見込み客のリストを集めてローンチをやって動画を見せました、やっても商品をオファーしたときに、まあ、オファーって言いますけど、その商品をセールスしたときに誰も買ってくれる人がいない商品をオファーしたら結局売上上がらないわけです。だからこの3つがどれが欠けてもダメなんですね。で、じゃあまあその3つあるうちの一つずつ少し分解してお話をしていきたいと思います。もうこれはこういうものを一つずつ語っていったらとっても長い講義になります。だから今日はすぐに実践できるようなポイント、これを中心にお話をしていきたいと思います。